はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。今回はジオポリティカルシミュレーター4続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、残念ながら独裁政権を目指した首相の終身任命法案の可決に失敗してしまったので、任期を6年に伸ばすっていうのにね、まず挑戦をするというところからの、スタートになります。では議会をちょっと覗いておきましょうか。首相の任期を6年に延ばすという法案は、4月15日に一応採決される予定になってますね。じゃあ、それまでの間はいつもの通りというわけではないんですが、例によって、この辺の、特に運輸系ですね。力を入れていきましょう。で、諜報機関とかもちょっと送っておきたいなというふうに思っています。で、まずはエージェントの数ですね。国外のエージェントの数を1000人増やしましょう。で、海外のエージェントの数も一気に400人まで増やしましょう。で、エージェントの訓練もして、テロとの戦いはいいでしょう。政治的スパイ活動、これは入れましょう。で、軍事の諜報部、これは最高級にしましょう。産業スパイはいいでしょう。確定。で、さらに、国内絞って見てみると、どうしようかな。特定の人物を調査、著名人に対し調査実施、政党の機密情報操作、政党の本部に侵入、著名人に関連するスキャンダルを暴露、政党に関連するスキャンダルを暴露、特定の個人を暗殺。なんかちょっとピンとこないね。国外ではスパイネットワークの管理、エージェントナンバーワンを投入。なんだこれ、すげえ気になるな。あとは他国の国家元首に関する機密ファイルを読む。偵察衛星の注文。国家元首に関連するスキャンダルを暴露。まずはスパイネットワークでしょう、普通に考えたら。目的を設定しないかどうかは別にしてだ。まずは、北朝鮮、中国、あとは韓国。この辺りにスパイを送り込みましょう。北朝鮮だよね、一つは。目標設定しなくていいかな、最初は。スパイネットワークをさらにどん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 作っていこう。中国ってあったかな？ちょっと今、さっと見た感じ見つけられなかったけど。中国がない。ちょっともう一度上から確認しますか。チャイナとかにはなってないよね。ここまでないよね。中国と韓国を探してます。選べない理由が何かあるのかな。北朝鮮は選べたけど、やっぱないよね。中国と韓国がない。困りましたね。何か要件があるのかな？その国にスパイを送り込むための要件みたいなの。でもだとしたら、ドイツとかに送り込めて、中国に送り込めない理由がちょっとわからないですよね。
ちょっと中国が見当たらないな。どうしてだろう。まあしょうがないな、中国がないなって。スパイネットワークの管理、あ、なるほど、もうすでに中国にはスパイを送り込んでるパターンか。そうだね。エージェント数を増員しましょう。さらに、やっぱりね、中国、北朝鮮、韓国、この辺りには、きっちりきっちりスパイをね送り込んでおきましょう。で、この高い政党支持率というか、まあ、あの内閣の支持率を背景にしっかりとした長期政権の樹立を目論んでおきたいので、そのためにどうするかですよね。で、トップ外交をして売り込んでおきましょう、いろいろ物を。フィリピンの外相からですね、フィリピンとは販売契約を結びましょう。で、フィリピンに何を売り込むかというと、まあ、いつもの養老に、養老になっちゃった、養老にはなるんですが、化学工業を売り込みますと。で、ここがね結構肝にはなるんですが、まあ、100ぐらいからちょっと様子を見て妥協点を探りましょうか。で、販売年数は5年にしましょう。で、交渉相手からの提案を受諾しましょうというところですね。で、販売契約で、年間の販売で同じくソフトウェア産業、これが適正値がちょっとわからないんですよね、はっきり言って。1000だとどうだろう。1000だと大きすぎるんだな。ってことは、さっきの100っていうのは適当に選んだ割には結構妥当な数字だったのかな。もう一回105年送ってみましょうか。そうすると OK だよね。提案が届きましたということで交渉成立しますよね。まあ、フィリピンにめっちゃソフトウェア産業売り込んでますけど、今フィリピンがそんなにソフトウェア産業を必要としてるかっていうとね、ちょっと疑問ですけど。じゃあこれ500だとどうなんだろう。1000だと高すぎて NG でしたよね。じゃあ500だとどう。あ、500だとダメか。じゃあもうちょっと検証させてくださいね。一括販売で、ソフトウェア産業でこれを300にしてみましょう。5年です。で、そうすると$359なんで、35,900ドルかな。35,900ドルってことは、まあ300万とか、まあ大した額じゃないですよね。だから、あ、これでも課題すぎるってことは、やっぱ100っていうのは、まあ割かしだったんですね。じゃあこれね、結局その1個ずつ選ぶのって結構めんどくさいじゃないですか。だからもうちょっとまとめてバンバンと売り込めることができたら、なんかこのここの項目ってすごく便利なお金稼ぎになるかなと思うんですけどね。ここのあたりはちょっと改善の余地がもしかしたらあるのかなという気もしますが。販売契約をバシバシ結んでいきましょう。鉄道建設とか取り付けたらね、でかいと思うんですけどね。もう一回鉄道建設にチャレンジしますか。線でちょっとやってみましょうか。国内生産が足りない。なるほど。生産が272しかないのか。これに対して線は確かに無理だね。ってことは、国内の生産力が272に対して、どんだけのもんを売り込めるかっていうのをちょっと一つの目安にしたらいいんじゃないかな。そうだよね。だって能力が200、日本の総力を結集して272っていう生産力しかないものに対して、フィリピンにそんなに売り込めるかっていうと若干疑問だよね。じゃあここって基本的には10分の1ぐらいが妥当なんじゃないかな。例えばこれ3とかにしたらどうなるか見てみますか。
全国の生産量が272に対して、今回3売り込もうとしてますと。ああ、3でも大きいんだ。じゃあ、まあ、鉄道建設自体の単価がね、めちゃくちゃ高いっていうのはあるものの、日本の鉄道建設の技術って高いと思うんで、1でどう？ 1 でもダメか。ってことは、鉄道建設自体は、そもそもフィリピンには売り込むことはできないってことだな。じゃあ、中国ともトップ会談しましょう。で、あとはやっぱり同盟国がアメリカともね、しっかり外交はしときましょう。ドランプ、ロナルドになってますね。トランプじゃなくて、ドランプ。ドランプさんとじゃあちょっと会談をしておきましょう、トランプさんと。経済大臣からは、フィリピンですね、契約失敗か。まあ、ただ完全に失敗したわけじゃなくて、一部は売り込みが成功しているので、完全なる外交上の失敗ではないかなとは思ってるんですが、確か4月15日だったよね。ちょっともう一回確認しておきましょう。首相の任期を6年にするのは、4月15日ですね、採決は。で、ベトナムからですね、販売契約結んでいきましょう。何を販売するかというと、自動車を売っていきましょう。自動車と化学工業とソフトウェア、これを、日本としては海外に売っていく。まあ、微々たるものと言われればそれまでなんですけどね。ここがね、複数選べるとすごく楽になるんですけどね。ソフトウェア産業と、ソフトウェア産業、ベトナムにとっては100でも多いか。まあ、相手の国力を見ながら、ここは、売り込む量を調整していきましょうということで、じゃあ50でどうでしょう。50でもダメ？ってことは、そもそも、このベトナムにはソフトウェア産業は売り込む価値はないな。これ以上値を下げてまで売るものではないので、化学工業に切り替えましょう。で、化学工業はというと、1000だと多分ね、大きいんじゃないかなと思うんですよね。おお、1000で OK？ 売っていきましょう。結局、価格が、どんだけになるかというと、100万ドルでしょ？1000万ドル、900万、1000万、1億、6億ドル。なんで600億ですね。600億。いや、結構な額動きますよね。600億ってなると。全然悪くない。600億だったら。600億売ってきたわけでしょ？だって。いきなりドーンと。まあ、新聞が一旦スルーして、ニュージーランドの、地震がまだ収まらないか。で、ベトナムの契約失敗。ベトナム契約失敗したって言うけどさ、600億の商談まとめてきたからね。
こっちは。あとは支援ですね、支援。どうしようかな。災害支援はよくて。ちょっと字が潰れちゃってますけど、ここはね、タイ、僕好きなんで、タイに対して支援をしていきましょう。喜んでくれるはずだ。Bill has been voted on and the law has been passed. お、任期が6年に増えたね。悪くないよ。任期が6年に増えたというのは。衛星の打ち上げもやっておきたいけどね。衛星の打ち上げ拠点を中国地方に設けましょう。で、さらに軍隊で言うと陸軍の基地をさらに増やしていきましょう。政府の政策に対する座り込み、なるほどね、平和主義連盟のメンバーが集まり座り込みをしていると。まあこっちは軍国主義に変えようとしているわけですから当然ですよね。反対派がいるのはもちろん理解はしてます。では首相の任期をさらに延長していきましょう。今6年まで延ばしたので、これを8年まで延ばしましょう。で、習近平さんとの会談ですね。ここはね、めちゃくちゃ販売チャンスがあると思うんですよ。コンピューター産業とかも、それこそ中国も全然バリバリなんでやめておいて、ここは、そうですね。まずは1000ぐらいから様子見しますか。さすがだね。さすが中国だね。中国にはソフトウェア産業をもっともっと売っていきましょう。5000はさすがの中国も大きすぎるって意味じゃないの。そうだよね。いや、わかるよ。数値的に合わないよね。マッチしないかなとは思いましたが。じゃあソフトウェア産業の次はタイヤ、タバコ、テレビゲーム、ドローン、バイオテクノロジーとか欲しいんじゃないの？そうだな。39しか持ってないんで、ここはじゃあ1売り込んでみますか、まずは。国内の生産が足りないか。30、契約済みの生産が39で、全国の生産が39となると、当然売れないね。バイオテクノロジーはそもそも売れない。となると、プラスチック工業とかどう？プラスチック工業は全然いけるね。これを1000ぐらいやってみるか。まあ正直プラスチック工業とかも中国の方が全然いいとは思うんだよね。そうだよね。うまみないよね、中国にとって。日本からプラスチック工業、産業を輸入するって。じゃあ、これ500でどう？500だと、そんなに悪い条件じゃないと思ったけどダメか。まあ、そもそも中国が欲してないってことですよね。じゃあ、中国が欲しそうなものに切り替えていきましょう。バイオテクノロジーとかはそもそも日本が持ってないというか、売れるだけの余力がないんで、そうなると、製薬とかどうだろう。製薬とか
売れるね。100万ドルですけどね、ここは単位が。ここ本当に一括で選べて適正値を適当に入れてくれるっていう優しいコマンドがあるとすごい嬉しいんだけどな。じゃあ根幹の自動車産業に行きますか。自動車をじゃあ思い切って1000ぐらい入れてみますか。ここはあくまでも量ですね。1000台なのかどうかっていうのは若干疑問ですけどね。さすがに中国も1000台は買ってくれないか。そうなると500でどう？500もダメか。ってことはもう売り込む余地はないね。やめておきましょう。Temper your words and remain in your place. では会談を終了していきますか。No thanks. My ultra. ミトでデモが起きてるんだ。政府の政策に対する座り込みですね。まあここはテレビに出演して一旦黙らせましょう。呼びかけをしていますと。で、日本の幸福度が上昇。いいじゃない。で、テレビに出演しますと。で、谷垣さんが何かを言ってくるかというと、抗議行動、理論派のリーダーが介入したと。しばらく静観しましょうということなので、静観しましょう。一定の効果はあったようです。全国家庭委員会の代表が何のために来たんだ。あなたの中には確かに家族への愛や、ちょっと親を敬うといった人間社会の根本的な部分があるのです。あなたに神のご加護がございますように。ちょっと意味がわからない。どうしてほしいんだ。任期の延長をさらにしているのがどうなってるかだな。ドランプさんだいぶ若いな、ここで見ると。ドランプさんも。じゃあドランプさんにはまずはジャブ代わりにトヨタを売り込みましょう。トヨタを。売れるね。100万ドルでしょ。これいくら利益が出たかというと、100万ドル、90億ドルか。めちゃくちゃ売れるな。さすがドランプさんだね。ちょっと今後もドランプさんにはお世話になるかもしれないな。そしたら、議会をちょっと覗いておきましょうか。5月1日にさらに任期の延長ができるようになりますと。で、軍事作戦とかどうにもならないんで、司法とかもどうでもいいよね。諜報機関もどうでもよくて。軍事産業に対しての研究かな。投入するとすると、
うん、まあいいでしょう。まあさらにもっともっと増やしておきたい気もするけどね。政府に対する座り込み6日を過ぎましたということですね。一部は帰宅。よし、みんな帰ってくれ。平和主義連盟によるデモ、13万2000人がデモね。まあ偵察衛星打ち上げますからね。お礼まで。うん、人道的な面問題にも目を向けてくれましたということですが、そんなことをした覚えは全くない。座り込みも終了と。いいね。まあなんて言っても支持率 100% ですからね。そうなると税制改革をちょっと入れときますか、一旦また。どこに何をどうかけていくかですが、相続税を上げましょう。固定資産税とか上げるとろくなことはないのでやめておいて、社会保険料の法人とかも引き上げるのはやめましょう。ワイン税をちょっと上げて、まあ、こんなところかな。あとはそうだな、新しく税を入れるとするとポルノ産業税、こんなのは絶対入れたくない。金融取引とかも良くないよね。法律の制定ってどんなことができるかというと、免税宣言とかしても同意しよう、同意もないしな。まあこの辺は入れる要素はないかな。外務大臣ですね。G7 主要国首脳会議は、5月26日にパリで開催予定ね。最貧国における IMF 及び世界銀行の債務削減幅を調整。まあいいでしょう。で、対抗意味、テロ組織パッタニーパッタニーなんですね。解放戦線に接触を試み、集団心理学の一つブラウンモデルを使った調査をしましたところ、意外の感じが全然違いますね。我々が一度接触したことがあるテロ組織が浮かび上がってきたのです。タイだったら多少は気になるのでアレンジしてもらいましょう。テロ組織のリーダーと会う。よし、でも収束するね。幸福度が下降、上がったり下がったり、まあこの辺りはね数値的なものなのでよしとしましょう。このあと任期をさらに延長して、任期を10年ぐらいまで延長した後にいよいよもって再び独裁政権に変えていきましょうか。カリフ、エジプト、ポイム、テロ組織、ジハーディスト、カリフ、まあ、ここはまあ関係ないからほっとくか。ちなみにずっと気になってるこの軍事作戦って何ができるのかっていうのちょっと覗くだけ覗きますか。他国を攻撃、対象の国、なるほど。中国、北朝鮮、この辺りには、なるほど、戦争を仕掛けられるわけだな。北朝鮮がどうなってるかですね。あとは北朝鮮もあったよね。ってことは、いよいよもって兵器の開発に勤しみましょう。兵器開発に。
めっちゃかっこいいなこの辺りは。研究進行中フェニックス3エリート戦闘機。おお、かっこいいね。こういうのが手に入ってきた暁には一気に戦局を変えるだけの圧倒的なものが手に入るわけだな。パッタニーですね。経済援助を提案、納品を提案、ロケットと弾薬の納品を提案。まあこんなのする必要ないかな。まあ会ってみたものの。I don't understand. Why have you sent for me? This unanswered question will play with my mind for some time. Goodbye. まあ何もしなかったら相手としては怒りますよ、ね。何のために来たんだみたいな。お、北朝鮮作戦の作戦準備が整う。どんな作戦が実行できるって言ってるんだろう。なるほど、エージェントをさらに送り込めるわけだ。ちょっとここはじゃあさらにエージェントを送り込むだけの準備をしましょう。エージェントの要請も必要ですからね。そうすると諜報機関かな、軍事で諜報機関行って、国外で言うと北朝鮮だな。ネットワークの管理で北朝鮮。エージェントの数が足りてないのかな。エージェントを増やしましょう。北朝鮮にエージェントナンバーワンを投入。北朝鮮にもうちょっとエージェントを増やしたいんだけどな。エージェントの数がまだ訓練が終えてないですね。ってことは訓練を急いだ方がいいな。この辺りは諜報機関が活発に行動してくれてるな。よし、首相の任期が6年に伸びました。いや8年に伸びたのかな。ちょっと確認しましょう。これを10年まで伸ばしてしまいましょう。まずはね。はい、というところでちょっと今回も長く夢中になってしまって長くなってしまったんですが、任期を10年に伸ばしたので、この後は再度独裁政権目指していくっていうのと、北朝鮮に対して攻撃を仕掛けていこうっていうところ、しっかりやっていきましょう。軍事への予算もだいぶ割いてますからね。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。